てか逆やからな。オーケー、怖いです。面白かったんや。いや、めっちゃそれ汚い。めっちゃそれ汚いってどういうこと？1個の、さっきのところを見て1個目？知らん。1個目？1個目やな、さっきのところ。そこに塀の。足音をせんと見張りに行くやつ。料理の美味しい料親父。親父。あ、猫？うん。お勤めご苦労。あ、猫松さんのこと？違う。小林人事が出とるとなったいね。ここ。猫って10時40分だよね。まだ？でも9時から登られる1時間40分あの時に出たんだ、うん、でもあんたヘルシオ飲んでんだろ。どうやヘルシオやってよ。電子レンジ食べてもらったな。ちょっと待って、分かんない。偉いこっちゃ。重そうってしたんだもん。ヤクちゃん、ヤクちゃん鼻かってって20度ぐらいと何とか自転車で。お、場所が変わった。うん、あの人前に来たんや。うん。切り込み隊長なんや。やっちゃんもそんなとこあるけどな。だけど、多分後ろに誰かがおるから先行くの。全然知らんとこは安子です。よっしゃよっしゃ。これ津軽海峡にいるっすよね。あれ違うな、ヘッドウツバメや。窓先生、来られたかて。もう笑いよった気がするで。ふざふざ二人して後ろ向いて。何の音それ？ひよってこう見て。これはどこに降りていくわけ？こっちやってみましょう。だいぶちょっと山里に近づいてきた？山だから低くなっていったやろ。よかったな、そんてこうとってのんちゃん。これ、つるはけやったし。なあ。なかったな。
誰かが追いかけるかで。同じなんやろ、テンポで。なあ、え？うるさいと思わない？あの人ちょっとだけアホやわ。あなたの妹ですよ。いやいや、あなたの義理の。俺の義理の妹でも向こうが。誰に得がある。罠罠罠、やつこちゃん罠ばっかり。こっちがええから弱かったとしたんやろ。うん、やっちゃん、やっちゃん、やっちゃん、やっていって。普通に通ったで。もうほんまにすぐそこや。屋根見えてたよ。かけたったー。やめて、今日はかもしれへんから。だからそのことしてます。お疲れ様。ちょっと何しよう。あ、なんか取りやん。ん？蜜？ゴム？どれ？何やろな。まさかこのご時世やから昇魂湯いうことないやろうけど、うん、松の根の油と書いて昇魂湯って言ってな、戦時中な。